高市早苗氏激怒、本当に悔しい。中国で日本人男児視察、上川外相また遺憾法炸裂。中国の危険情報レベル0維持、外務省見直しは検討していない。子供連れには注意喚起。こんにちは、龍之介です。本日も龍之介チャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。中国で日本人男児視察事件について、まずお亡くなりになられた方へ、ここよりご冥福をお祈り申し上げます。今回は様々な角度から、この日本人男児視察事件についてご紹介していきたいと思います。最後には、いかに中国が今どれほど危険な状態なのか、X でのポストを交えながら数件ご紹介します。では、こちらのポストをご覧ください。白鳥さんのポストですが、世間を震撼させた日本人を標的とするテロ事件が発生した直後に、外務大臣の上川陽子さんは何をしているのでしょうか。国民の代表どころか、日本人としての資質すら疑われます。ではご覧いただきましょう。先ほどよりは、一刻も早くから、対応してください。そして、ワクチンを打ちたい、どうするか、しっかりと、いかがですか。このように外務大臣である上川陽子氏は総理総裁へ向けて走り回っておられます。ではザクザク夕刊フジから記事を引用してご紹介します。本当に悔しい。高市早苗氏激怒、中国で日本人男児視察、上川外相また遺憾法炸裂。中国の日本人学校に通う日本人男子児童10歳が視察された事件で、自民党総裁選27日投開票の候補からは非難の声が相次いだ。沖縄県尖閣諸島周辺での主権侵害、日本の EEZ 排他的経済水域への海洋部位無断設置、中国軍による領空侵犯や領海侵入など、中国の無法行為は加速している。新たな総理総裁には覇権主義を強める中国に毅然とした態度で臨み、反日暴走を阻止する外交戦略が求められる。本当に悔しい。中国当局は原因や動機を何も明らかにしていない。説明をしてもらわなければ日本人学校の安全も守れない。中国に滞在している日本人の安全を守る具体策を示してほしい。高市早苗経済安保省は19日、陣営の会合などでこう憤りをあらわにした。これまでも中国に対し、世界共通の課題は共に取り組む、言うべきことは言うと述べ、けじめをつける外交の重要性を強調してきた。高市氏は日本人の長期拘束が相次いでいる中国の反スパイ法にも重ねて懸念を表明し、日本人にも適用される法律解釈の詳細な説明を求めることは日本政府の責務と国会内で記者団に語った。上川外相また遺憾法。一方、岸田文雄政権のナンバー2で日本政府の情報発信を担う林芳正官房長官は19日の記者会見で、事実関係の説明と安全確保に万全を期すよう引き続き強く求めると述べた。上川陽子外相は卑劣な行為で誠に遺憾だ、深い悲しみを禁じ得ないと、また遺憾法を炸裂させ、中国側に日本人の安全確保を求めていくと表明した。自民党のベテラン議員は、日本周辺の緊張感は増している、新たな総理総裁は有事での危機管理能力が問われる、普段は慎重な言い回しに終始し、遺憾法に留めるしかない閣僚でも総裁候補としてならば外交政策の表明は可能なはずだ。各候補は国家間はもとより外交安保の信条を国民に明確に示す時だと語った。いかがですか。自民党総裁選候補者の中でここまで怒りをあらわにし明言されたのは高市早苗さんただ一人です。他の候補者はといいますと、石破茂元幹事長は中国政府が真相究明再発防止に十分な対応をしていない、政治担当者か外交責任者が国を代表して見解を述べるのは当然と批判し、小泉進次郎元環境省は中国政府に法人の安全確保と厳正な処罰、動機の解明を求めたいと述べ、
小林鷹之前経済安保省や河野太郎デジタル省、茂木敏充幹事長ら各候補からは警備強化などを求める声が上がったといいます。では外務省はといいますと、こちら産経の記事から引用です。9月20日17時46分の記事ですが、中国の危機情報レベル0維持、外務省見直しは検討していない、子供連れには注意喚起。まずこちらの図を、外務省海外安全ホームページからの図ですから、外務省の危険情報、黄色はレベル1、十分注意、オレンジ色はレベル2、不要不急の渡航自粛などご覧の通り、中国は入っていません。では記事をご紹介します。中国広東省深圳市の日本人学校に通う男子児童が刺殺された事件を受け、外務省が出す渡航滞在の危険情報が注目されている。中国の危険度は、新疆ウイグルチベット両自治区を除きレベル0、インドは全土がレベル1以上、ロシアはレベル2だ。外務省は現段階では見直しの検討はしていないが、中長期的な観点から総合的に判断するとしている。中国では6月にも江蘇市、蘇州市でスクールバスを待っていた日本人母子が刃物で切りつけられる事件が発生。日本国内でも靖国神社での落書き事件など、反日が理由とみられる事件が続いており、日本政府が具体的な行動を取らない限り、邦人の安全は守れないとの指摘も出ている。一方で外務省は男児が死亡した19日、日本人の安全に関わる重要な事件が発生した際に速報する、スポット情報で凶悪犯罪に対する注意喚起を出し、特にお子さん連れの方は十分注意して行動してくださいなどと呼びかけた。外務省によると、危機情報は渡航、滞在にあたり特に注意が必要な国、地域について発表する情報で、レベル1、十分注意からレベル2、不要不急の渡航自制、レベル3、渡航中止勧告、レベル4、退避勧告まで計4段階ある。強制力はないものの、日本企業の海外進出や海外事業のリスクをカバーする貿易保険などにも影響を及ぼす。外務省海外法人安全課は、レベル1から4でないからといってリスクはゼロというわけではないとした上で、もちろん今回の事件も検討材料から排除されていない。今回の事件に限らず、事案の概要や犯罪統計などを勘案しつつ、外務省として然るべき判断をしていると説明している。中国への渡航危機情報をめぐっては、台湾が6月4段階ある危険レベルを3番目から2番目に引き上げた。中国が台湾独立派を対象にした処罰指針を定めたことなどを受け、台湾人の人身の安全に対するリスクを考慮したという。中国は反発している。いかがですか。ここまで中国絡みの事件が次々と発生しているにもかかわらずです、外務省は中国の危険情報レベル0維持、そして見直しは検討していない。では現地に進出しています日系企業の対応です。中国深圳で男児死亡、日系企業一時帰国支援や安全に注意促す。中国深圳で男子児童が刺されて死亡したことを受け、現地に進出する日系企業が対応に動いています。パナソニックホールディングスは、中国大陸への出向者と帯同する家族に対し、状況に応じて会社負担で一時帰国できるようにしたほか、カウンセリング窓口を設置しました。りそな銀行も社員に対して、帯同家族の一時帰国の希望があるかの確認を進めています。また日産自動車は、帯同する児童が通う学校の安全管理状況を確認しているということです。大手商社では、三菱商事が駐在員らに公私ともに留意して行動するよう注意喚起したほか、会社が改めて安全確保に注意を促しました。いかがですか。中国に進出している日系企業は、一時帰国支援や安全に注意を促しているということですが、再びこのような事件が起こらないことを祈るしかないのでしょうか。そして岸田文雄総理といえば、中国人が日本人男児を惨殺した事件後にお悔やみをポストした後、能登アピールポストを5連投という記事も出ていましたが、確かに能登復興は大切です。しかしこの岸田文雄氏という男、行かねばならぬ時に行かず、復興に力を入れ、支援に力を入れなければいけない時に能登には触れず、そして今になって能登アピールずれまくっています。
では高市早苗さんが自民党総裁選東京秋葉原での発信を今一度ご紹介します。中国当局に対しては計り知れないほどの怒りを感じておられると思います。私も同じです。いい加減にしてほしい。容疑者が逮捕されてから何の事実が何の背景が私たちに説明されましたか。かけがえのない我が子を失ったご家族のお気持ちを思うと悔しくてなりません。反スパイ法だって許せん。はっきり今申し上げます。拘束されている日本人を一刻も早く解放してください。そしてあのわけのわからない法律の詳細をしっかりと国際社会に対して説明してほしい。今回の総裁選挙、並々ならぬ決意を持って立候補いたしました。私は国の究極の使命を果たしてまいります。それは国民の皆様の生命と財産を守り抜くこと、そして領土領海資源を守り抜くこと、そして国家の主権と名誉を守り抜くこと、これが国の究極の使命です。この使命を果たすために必要なのは総合的な国力を強くすることです。総合的な国力とは何ぞや。それは外交力であり、防衛力であり、経済力であり、技術力であり、情報力であり、さらには人材力です。今ならできます。今やらないと間に合わない。この6つの力を強くするために条件があります。それが経済成長です。どこまでも経済成長を強く求めてまいります。さらに高市早苗さんは靖国参拝について、こちらは読売の記事ですが、高市氏首相になった場合も靖国神社への参拝続ける意向、これは私の心の問題。自民党総裁選に立候補している高市経済安全保障相は19日、読売新聞などのインタビューに応じ、首相になった場合も靖国神社への参拝を続ける意向を示した。いかがですか。これは私の心の問題。そうです。日本人としての心の問題なのです。我々が今こうして平和に暮らせるのは、先人たちが命懸けで守ったおかげなのです。これは私の心の問題。高市さんのおっしゃる通りだと思います。そしてもう一つ記事を、こちらは産経特別記者、有本隆さんの記事ですが、今回の事件が起きるまでの与党の動きもおかしなものだった。8月末に超党派の日中友好議員連盟を率いて、訪中した二階俊博元幹事長は、王毅外相との会談で、日中間で修学旅行を推進することを提起し、王毅氏も賛同したという。中国国内では日本人学校の運動会は軍事訓練、卒業後はスパイになるなどの偽情報が飛び交うが、中国当局は取り締まろうともしない。なぜ二階氏は若い世代の交流より先に、法人の安全を強く求めなかったのか。二階氏は木を植え、種をまき、井戸を掘る、との気持ちで、日中外交に尽力してきたと自負するが、習近平国家主席は会おうともしなかった。同じ時期に訪中したサリバン米大統領補佐官、国家安全保障問題担当には会ったにもかかわらずだ。日中間で人間関係に頼る時代は終わった。私たちは目を覚まさないといけないと語るのは元政府高官だ。単なる強い言葉だけではなく、覚悟を持って戦略的に中国に向き合える人物に総裁になってほしい。いかがですか。二階俊博元幹事長は王毅外相との会談で、日中間で修学旅行を推進、なんでやねんと、中国に子供たちを修学旅行に行かせてどうするのかと二階氏のやってることに怒りを覚えますが、この記事にありましたように、日中間での人間関係に頼る時代は終わった。私たちは目を覚まさないといけない。まさにこの通り、私たち日本人は目を覚まさないといけない。何が何でも高市早苗さんに総理総裁となっていただき、高市早苗さんの発信の通り、国民の皆様の生命と財産を守り抜き、そして領土領海資源を守り抜くこと、さらに国家の主権と名誉を守り抜くこと、これが国の究極の使命です。最後にいかに今中国が危険な状態かをご紹介します。まず闇を暴く人のポストです。中国の日本人学校で生徒が立て続けに刺されているが、実は中国の SNS では日本人学校の前で反日感情を丸出して煽っているアホがいるから、実際に行動に移すやつが現れる。日本人学校ごとき俺に任せろ、敵はここ我々の近くにいる、
日本人学校への監視に俺は命を懸けるつもりだ。日本政府は何をしている？ではご覧いただきましょう。現在在上海日本人学校门口，我会监视这里的一切，请祖国放心，请祖国集中精力解决台海问题，这里的一切就交给我吧。我现在就在上海日本人学校门口，日本人从小接受的教育是，除了天皇，其他人的生命，包括他们自己，是微不足道的。既然他们自己的生命微不足道，那么敌人的生命更是毫无价值可言。这也造成了他们对俘虏的虐待和对平民的屠杀。而今天，这样的教育，这样的民族，就在我们的身边。上海日本人学校门口这些保安，下雨穿这些雨衣，我看这造型有点奇怪啊。いかがですか？こんな輩がうろちょろしているんです。では次です。トータルニュースワールドさんのポストです。怒るべくして怒った。首相や外相は何をやっているんだ。ではご覧いただきましょう。小日本の国旗不要停止。来了，不杀不杀不杀，扫扫，等一下等一下等一下，那个不要扫。いかがでしたでしょうか。日本の尖閣諸島国有化に対するデモでしたが、ではビートキヨシさんのこのポストに対するリプライを。反日でいいから日本にいる中国人引き取れよ。ではもう一つ。基本的に日本人は五星紅旗や太極旗を踏んだり破いたり粗末になんてしない。中国人や韓国人のこの野蛮な行動をこれまで見過ごしてきた日本政府は責任を取るべき。これからはこのような行動に関わった人は身元調査をし、入国拒否など厳重な対応をすべき。さらに首相は聞くだけ、外相は遺憾の意、つまり何もしない。日中友好議員連盟の和歌山の老人は、日本人の子供の命よりパンダを和歌山に連れていく方が大事。和歌山にパンダがたくさんいる理由よくわかりますね。日本人を犠牲にして集めたパンダだということを。では最後です。ピロンさんのポストです。ジョー容疑者、恐ろしい書き込みをする。中国人ってそんなに日本が嫌いなの？どうして日本に住んでいるの？意味が分かりません。ではご覧ください。どんな刃物で子供を殺したらいいかなと投稿したほか、数日後には東京江戸川区の幼稚園の写真を投稿し、園周辺の警備を強化させるなど業務を妨害した疑いが持たれています。投稿された写真の幼稚園は警戒のために昨日休園を余儀なくされたということです。ジョー容疑者は留学のため来日していて、調べに対し知りませんと。いかがでしたでしょうか。ではこのポストに対してのリプライです。日本と犯罪を犯した外国人ってもれなく国外退去させているんだよね。特別永住だから難民申請中なんとかって、そんなの関係なく全員追放しろよ。いかがでしたでしょうか。今回は中国で日本人男児視察、この件をめぐってさまざまな角度からご紹介してまいりました。そしていかに今の中国が危険か、さらに日本政府の現段階での対応も。私はこういった件を見るにつけ、日本に強いリーダーが誕生することを切望しています。やはり今回の発信を見聞きしていましても、高市早苗さんしかいらっしゃらないでしょう。さて今回の動画ご視聴いただきました皆様はいかが思われましたでしょうか。ぜひ怒りのコメントをよろしくお願いします。ただ最近 YouTube AI に引っかかり乗らないコメントも多いようですが、おっしゃりたい気持ちは本当によくわかります。しかし言葉のチョイスもお忘れなきよう。
さらにチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。